こんにちは早川洋平です石原家の経営のヒントプラス今日は第340回をお届けします石原先生よろしくお願いします340回なんだ、はい、<ー>どうしよう数え間違えてたらみたいないや全然いいけど <laughs> 340回かまあ何でも続けるとなるんだねんなんか毎度この僕とこの先生の話でさすがにみんなになんかいつも同じこと言われてるって思われたらって気にしちゃうんですけど僕も今日も朝も思ったんですけど、うんうん、本当これあっという間にこの日やってきますよね <laughs> <laughs> あれと思ってもう1ヶ月早川君と僕ってしょっちゅう会ってるように思うかもしれないけど、はいはい、ほぼほぼこの収録で、うん、じゃあねって言って、ね、海外で会ったりする方も多いとかね、うんうん、そんな感じなの、うんな何ですかね一瞬まばたきしたらもう収録みたいな <laughs> いやほんにそう特にこれそういう感じなんですけど収録ってだいたいどのくらいやってんの月に何件ずつってんのそれは僕が関わるもんですか 会社としてですか自分の会社もなんか全部含めて会社に多分イコールほぼお客さんになるからどうですかね、まあ、数十はくだらないと思いますけど,どす自,分自分がやってる収録ってどれくらい僕がやってるのはこれと僕の番組だけですあそうなんだそれはある意味先生のねアドバイスのおかげで時間を作るのが大事だよっていうのでキクタスがおかげさまで伸びていった時に本当は全部やりたかったんですけど、うん、ぐっとこらえて、うんうん そうだよね。はい、よかったよね。なんで人と回ってって感じですけど。ねはい、ということで今日340回いただきました。はい、20代の方からです。うん、これ面白いですね。石原先生、早川さんはじめまして、自社仏閣に係るゼネコンにて元設計、現事務職員として働いています。このポッドキャストは父からの勧めで聞くようになり、 誕生日や成功曲線を描こうをプレゼントしてもらい、少しずつではありますが、先生の著書を何冊か読む中で、いろいろと考え方を改め、思考を模索し始めています。20代の方ですね。うん、父との話題も少しずつ先生の著書の内容や、今いている、描いている目標への考えについて意見を言い合っていますが、お互いに必要最低限未満の会話であり、合間を縫ってやってくる母の会話で、相変わらず二人して口数が増える傾向は見られません。 さて、そんなことは置いておきまして、早速質問です。シリスボミをしている人を動かすにはどうすればいいでしょうか仕事は業務効率化で1日やっていた業務を2時間にして、それでも満足できないので1週間で2時間にすることを目標とし、それ以外にも業績の比較表や書類の改善提案などを非常に楽しくできていて問題ありません。すごいですね。ただし、所属する NPO の方で少々問題が発生しています。文化財登録に関わる担当する大学の先生が伝統的な建物の保全反対派なのです。 行政がこの先生に反論してくだされば大いに助かるのですが、ご祭りに忙しいらしく、えー、なかなかこちらの言葉を。 通じません。これではまずいと思い、地域住民の説明の強化、過去 3D や模型などによって明示化、やインターネットで公表などを行おうと画策しています。しかし現状ではまだまだ不安が残ります。上記以外に他の建築系の NPO や建築とは直接関係ない伝統芸能や歴史関連の方々と協力して事実を積み重ねて文句や反論を潰すのも手かと考え、そのような方々と少しずつ接点を繋げようと模索しています。 伝統的な建物は大切だ守らないとという声は聞くのですが一部で歯止めされると一向に進まず東北地震では多くの価値ある建物が取り壊されました歯がゆいですが過去を振り返っていても首が痛くなるだけですのでご意見をお聞きしたくこうしてメールをしました大変恐縮ですが先生の知恵を借りればと思いますおそらく早川さんに振られると思いますので早川さんよろしくお願いしますということですうーんいやこの人俺青あもうそこだけでうんっていうか 前から会いたい会社に勤めてる <laughs> ごめんなさい <laughs> 有名な会社ですねですよね、うん、ですよね僕あの100年経営研究機構のですよねその社団法人の理事やってるし、はいうん、ちょっと会いたいないやなんかこのこれ東京でしょこの人じゃないですかね 来ててそしてててて親子2代でね聞いいくださってるっるう,うすごいな僕も社名見た時僕でも「あれ?」と思ったんですけど逆にちょっとあの社名明かすのねちょっとあれですけどこれどう思うはい来ましたね、はい、これいやこの方相当頭が切れるからなんかすごくいろいろあるんですちょっと思うのは。 まあ要はそのね、文化財を保護していきたいけど、その保全反対派の先生で困ってるっていう部分が多分肝だと思うんですけど。でも文化財登録に関わる担当する大学の先生が、伝統的だったものを保全反対派って、<laughs> なんか意味わかんないよね。<laughs> ちょっとそこから意味わかんないんですけど、ただそれを周りの外堀からうまく固めて、反応を潰すっていうのもいいと思うんですけど、ちょっと個人的には、例えば正攻法とか、あとその。 後から外堀から固めるっつっても結局なんか結構正面からその先生とぶつかるみたいな感じだからなんかそれだとちょっといずれにしても成功法すぎるからなんか今先生おっしゃったこの大学の先生とか行政をまあ鍵でしょうからそこをどう攻略するかっていうところにすみませんアイデア出てこないんですけどなんかそこにそこと戦うことはちょっとしない方がいいかなと僕は思うんですよね目的のためにだったら運を言わせなくしてもマネタイズも含めて提案だね うん、要するにその、まあ、前回の質問もそうで、NPO とかさ、その福祉とかっていうのが、やっぱりそれと、それ単体で成り立たないことが難しいのね、うん、だから、その建物なり文化財を中心に、そこが単体で成り立つようなマネタイズをどういうふうにするかってことがすごく重要なんじゃない、うんうん、そういうのも含めて僕はアドバイスできるし、うん、そういうことは一つの事例としても、なんかやってみたほうがいいんじゃないかと思うんだよね。うんうん、だからそうなれば いいわけでしょでみんな分かってないのはさ文化伝統ってさ潰すのは簡単だけど、うん、もう一回潰したらさ二度と元に戻らないっていう恐ろしさがあるわけじゃん。うん、だからそういう意味では歴史に残ることだからね、うん、あなたが OK したことでこの辺がなくなるってことが後世にずっと残りますけど大丈夫ですかっていうようなそういうような説得の仕方もあるんじゃないの。 そういうことも含めて、うん、ちょっとこう、この番組では言え,言えないようなアドバイスもできる可能性もあるよね <laughs> うん、うん、っていうことがあるよね。でもこういう仕事をしてくれてる人が、僕の番組を聞いてくれているだけで、とても光栄な感じがするね。しかも親子2代 ですよね、面白いないろ、うん、んな問題が日本人にあるんだな確かに先生おっしゃった <laughs> やっぱり気になるのは何度読んでも文化財登録に関わる担当する大学の先生が伝統的な建物の保全反対派っていうのはんでなんだろうね <laughs> あでも一人そういう人入れてるのかな行政で逆に反対するようなバランス取んなきゃいけないから、うん、まあそれもあるのかな分かんないな、うん、へえ これ,これ現実的にまあその本当の深い部分深い部分っていうかは直接あってだと思うんですけど、うん、まあ本当にこの質問だけで先生がもしある程度切るとしたらどうしますか<ん>話が戻りますけど。あ僕はは基本的には 文化伝統っっっててさっき言たたみたいになくしてしまうとアウトだと思ってるのね、うん、だからなるべくだったら残す方がいいと思うんだけど、うん、多分これ国とかいろんなものを関わってきた時には、うん、資本主義社会の中で商業的なバランスが整うかっていうことの方が大きいと思うんだよだからとての問題なんだけど、うん、実はイコールそこに携わることのマネタイズの問題の方が大きいんじゃないかっていうよ気がするね、うん、だからあることがなんかこうずっとお金が借り続けてマイナスを生みますよね っていうところじゃなくてあることがプラスを生んで、うん、地域にもプラスになるよねってことになれば残した方がいいに決まってるよね,すね要するに残したけどこれ残すためにはずっと管理しなきゃいけない人も変わりますあの修繕費もずっと変わります、うん、どうするんですか国のお金なくなるじゃんみたいなことだと思うんだよねで逆に言ったら何だったらうちが買い取って、うん、そこを全部 収益ビジネスで買えますっていう残し方もある。うん、なるほど。わけじゃない。まあ、それがいいかとかわかんないよ。あるいは物自体は県のものにしといて、マネジメントをうちがやりますっていう風な形にして収益上げるってこともできたりするでしょう。はい、今後ですねそうそう。だからまあこういうのってやっぱり資本主義社会の中でビジネスやってる人も関わって、うん、そういう問題をやった方がいいんじゃないか。 っていう気がするんだよねだからそういうようなことも含めてその争点そのものがちょっと煮詰まってる感じがするから、うん、その争点そのものを別枠のところにのっけかえちゃうと、うん、実は「あなんだそんないい方法があるんだったら俺も賛成」っていう風に周りが言ってくれる可能性もあったり。うんうん そういう面白い取り組みがこんな風に今話題になってますってメディアが取り組んじゃうとそこに注目がブワーッと集めることができるでしょ。うん、なんでそしたら日本人の大半は残すべきだだってううと思うんだよね、うん、こういうものであれば要する、ね、にマイナスがないんであればっていうふうなんかそういうような違う情報なり 違う手段を持ってる人とのアクセスみたいなことがすごくいいと思うね。だから僕とかに言ってくれたら、僕が直接行くわけじゃないかもしれないけど、こういうとことこういうふうにやったらいいよみたいなことが起きるかもしれない。違う視点、違う見方ができますもんね。ということで、ちょっとね、社名明かしたいんですけど、これ明かせないぐらいのね、とこなので。なんか同じような建物のさ、海外のすっごい有名なとことさ、姉妹建物なんとか関係とか作ればいいんだよね。ああ、面白いですね。ただ、くさび打ってちゃうじゃん。とか、なんか、それそう、変なこと僕思いつくと思う。 絶対壊せないですよね、うん、ということでちょっとね早い手は回りましたぜひ是非先生にコンタクトしてみてください。はい、ということで今日は340回お届けしました石原先生ありがとうございました。